大道寺からとバレないよう匿名の口座をいくつも使ったり手間をかけて寄付してます。大した額じゃありませんが、急に打ち切ったら子供たちが不憫ですよね。なかなかいい勝負ですな。仕事は年に数回の頼みです。それにあなただって我々に敵でないと示し続けた方がいいはず。約束とはお互いの信頼によって支えられます。そして信頼は日々のコミュニケーションによって育まれる。はあ、ご心配なく。例によって簡単な任務ですよ。汚れ仕事でもない。これでもあなたのことは特別扱いしてるんです。敬意を表してね。さて、今回の任務を端的に言えば密輸の警護です。その時点でもう違法に聞こえるな。元極道が固いこと。別に誰かを傷つけたりするものじゃありません。依頼主は某アジアの独裁政権下で反政府組織をまとめるリーダー。我々の目には自由を求める革命家ですが、その国ではテロリストとされています。テロリスト。彼は日本で調達したある物を軍資金として自分の手元へ取り寄せたいと考えました。そこで我々大道寺一派がその輸送を手伝うことに。そんな話で俺に何ができる。まあ聞いてください。彼は物の輸送をまず CIA に頼りました。共に独裁者を認めず自由を愛する同志ですからね。そして CIA はこの手の大掛かりな闇仕事を大抵我々に相談してくるんです。具体的には有望な革命家の物を日本から送ってほしいと。ただし日米が関与した証拠は一切残さずに。物ってのは？大量の金塊です。今時紙幣でも仮想通貨でもなく、おかげで人手がいります。なるほど。あなたの任務はその金塊を船に乗せるまでの警護です。現場には私や一派の他のエージェントも大勢います。結局桐生さんは持ち場に立っているだけでいい。簡単な仕事でしょ。大道寺ってのはもっと愛国心がどうのって集まりじゃなかったのか。ずいぶん俗な仕事をするんだな。ですがこれは大道寺の組織力あっての仕事でしてね。金塊の輸出というのは法律上面倒なんです。そこを一派の有力者たちが様々な便宜を図ってみせる。 CIA や革命家は感謝を形にしてくれるでしょう。そうかい。表に出せない金はこういった手段で稼ぐんです。それが大道寺一派の力となる。一見優雅に泳いでいる白鳥も水面下では必死に足をバタつかせているものです。ここでそんな話罰当たりじゃねえのか。さて、私は最近耳が遠くて。問題ないようです。どっちにしても気乗りのしねえ仕事だ。あなたに他の予定はないし、ここ以外の行き場もないはずですが。お忘れなく。もしあなたがここを離れ世間に桐生一馬が生きていたと漏れれば、我々は約束を破られたものとみなします。その時ペナルティを受けるのはあなただけじゃありません。あなたが人生を投げ打って守ろうとした大事な人や子供たちも。その話は聞き飽きてるし十分分かってる。そもそも俺から言い出した約束だ。分かっているなら結構です。では仕事の話を続けても構いませんね。
今仏を乗せたトレーラーがこちらへ向かってます。そうか。とはいえまだ少しかかりそうですね。リラックスしていただいて結構ですよ。仏を船に乗せるまで1キロ四方にいる者は全員グルです。彼らも大道寺のエージェントたちです。猛者揃いですよ。あなたはここで一緒に立ってていただければそれで十分。秘密の取引なんだろう。その割に警備が多すぎる。報酬の大きい仕事ですから、クライアントの手前しっかり仕事してる感は出さないと。はあ、俺らはそのためにかき集められたのか。私は他を見回ってきます。一人で大丈夫ですね。連中は俺のことを知ってんのか。いえ、単に同僚の一人としか知りません。彼らもお互いコードネームで呼び合っています。うっかりご自分から素性を明かさないように。